登場機は、伝統的な中国のボードゲームである。ジャングルチェスや、アニマルチェスとも呼ばれる。79のバインを用いて行われる二人で行う、アブストラクトゲームである。西洋のストラテゴに似ていると言われることもあるが、実際には、ストラテゴは、軍機の型に近い。このゲームの目的は、交互に駒を動かし、敵の側の獣穴と呼ばれるマスに駒を移動させるか。 敵の駒をすべて取ることである。登場機の番は7行9列の正方形のマスからなっている。駒はシャンチーのように番の線の上ではなく、チェスのように番のマスの上を動く。それぞれの側には駒の初期位置を示すために8種類の動物の絵とその名前が描かれているが、ゲームが開始した後は特別な意味はない。